カールマン2世は、東フランク王国の国王。後、県イタリア王。ルートビヒ2世とその王公で、出戦がう派くベルフの娘ヘンマの息子。872年、いとこの皇帝ロドビコ2世により定位継承者に、定められていたが、875年に皇帝が死去した、あと、叔父である西フランク王シャルル2世が、教皇ヨハネス8世により西ローマ皇帝とされた。 876年、父ルートビヒ2世の死去を受け、カールマンは、弟のルートビヒ3世、カール3世と共に、父の医療を分割し、バイエルンを継承した。さらに、877年の西フランク王シャルル2世の死去を受け、東フランクの君主として、初めてイタリア王の称号も獲得した。879年、カールマンは病を得て、 体が不自由になり、ルートビヒ3世にバイエルンの王位を、カール3世にイタリア王位を譲り、翌880年死去した。861年以前に、ノルトガウの白、エルンストの娘と結婚したが、子供はいなかった。リウスヴィントとの間に、諸子で後に、東フランク王となるアルヌルフがいる。ありがとうございます。